2016法3は2016年に発見されたアポロ群に属する小惑星である。地球から見ると月のように周囲を交転しているように見える純衛星の一つである。2016法3は2016年4月27日にパンスターズ計画の望遠鏡 PS1 で発見された。地球の純衛星になっているので軌道長半径。 光転周期はほぼ地球と同じ値になっている。現時点では最も地球に近づいても1400万キロメートルの離れており、これまで知られている地球の純衛星の中では最も安定しているとされている。半年の間は地球よりも太陽に近く、残りの半減は地球よりも太陽から遠い軌道を光転する。その軌道面は地球の光転面に対して、 約7.7度傾いており、2016法3は一年周期で地球の後天面に対して上下に動いているように見える。大きさは現在知られている地球の純衛星の中では最も小さく40メートルから100メートルの間と考えられているが、別の文工学的な研究では26メートルから115メートルの間という値も導き出されている。スペクトル分類は S, s 型と仮定されている。中国国家公典局は探査機を用いて2016法3の表面の物質を採取して地球に持ち帰るサンプルリターンを計画しており、探査機の打ち上げは2024年に行われる予定になっている。2016法3という名称は発見直後に付与された下流フ号である。地球から見ると2016法3が 振動しているような奇跡を描くことから2019年4月6日に発表された小惑星センターの解放 MPC112435 でハワイ語で振動する天体を指す言葉にちなんでカモエールはと命名されたこの名称はハワイ島にある意ミドア天文学センターから提案された1600年から2500年までの2016法 3の動き太陽と地球との相対的な、動き地球との相対的な動き太陽との相対的な動き太陽、地球、2016法 3? ありがとうございます。